ご飯のメニューはあんまり変わってないからなんだか安心するわね。そこが変わっていたら怖いだろう。珍しく全員が時間通りに揃った朝の食事風景。そこでアイが妙なこと、そんなことを言った。朝ごはんは消化が良くて重くならないようにっていうお決まりのテーマがあるから。春姉の言う通り、目の前に並べられたのはご飯に豆腐の味噌汁、生野菜サラダ、生卵に味の干物だった。朝からしっかりしてる。でも味はあんまり嬉しくないわね。ちょっとアユ、せっかくはるか姉さんとユウが作ってくれてるんだからわがまま言わないで食べなさいよ。私が骨のいっぱいある魚嫌いなのアユも知ってるでしょ。鮭かブリなら平気なんだけど。今頃言うのも変だけど、好みもやっぱりお姉ちゃんと同じなんだね。私と歩が同一人物なら当然そういうことになるわよね。まあ、なになって味覚は変わるかもね。違うってどういうこと？私は一昨年に骨の多い魚も食べられるようになったもの。言いながら歩胸が自慢げに胸を張る。それは明らかに自分より成長している部分らしく、アユは何も言い返せないみたいだった。ごめんなさいね、アユちゃん。他に出せるもの。なんだその味マウント。うん、それは大丈夫。卵かけご飯で食べるから。どう？あ、それで何？そこのそばつゆ取ってくれる？ご飯にかけるから。あ、分かっていても再び僕らは顔を見合わせてしまう。卵かけご飯にそばつゆをかけて食べるのもやっぱりアイムネーと同じだったんだ。こんな風に好みまで同じだとますます妙な気持ちになってくるのよね。アイムネーも僕たちと同じことを考えていたのか、そんなことを言う。あ、それからはるか姉さん、とんかつソースってある？うん、今取ってくるわね。ありがとう。ちょっとアユ、ソースぐらい自分で取ってきたらどうなの？もし置いてある場所が変わってたら二度手間でしょ。次からは自分で取りに行くわよ。かわいくないわね。そっちみんな小銭。アイナ落ち着いて。だいたいソースなんて必要ないでしょ。そこにドレッシングが出てるんだから。だから私がトマトをとんかつソースで食べるってこと、あんたも知ってるでしょ？トマトをとんかつソース。珍しいね。サラダを出されてなぜかトマトだけにとんかつソースを かける食べ方、それもアユネーの食べ方そのものだった。そうだったね。やっぱり自分に何かを注意するのって難しい。トマトのとんかつソース、トマトのとんかつ、ちょっと俺の引き出しの中でなかったな、それは。アイネーとアイは今日はどうするつもりなんだ？どうするって？アイネーは仕事で、ユウは学校、サクラとフータは友達の家へ遊び行ってる。それで？つまり、今家に残ってるのは俺たち3人だけだ。同じこと言ってんじゃん。セイジ、あんた。たま、同じこと繰り返してんじゃん。まさかとは思うけど、今度こそ私たちにいやらしいことしようと考えてるんじゃないでしょうね。はぁ、やだやだ。やったやった、自律神経過剰な女、やったやった。だから考えてるわよ。妙なところだけ意見を合わせるのは勘弁してほしいよな。要するに今日はこれからどうしようかってことだよ。今日はヘルプも頼まれてないことだし、また宿題でもしようと思ってたけど。はあ、やだやだ、宿題なんて。つか、俺は図書館でも行って、昔の文献とか見てみようかと、見てみようかなって思ったけど。セージ？はい。それだったら私も一緒に行くわ。あ、本当ですか。そうか。ついでに街も見てみたいしね。私がいた時間といろいろ変わってると思うし。お前と一緒に外行くと絶対あいつが出てくるんだよな。ああ、なるほどね。じゃあ、一緒に行くか。絶対変なやつだから、もう
じゃあ、ゆねは家で留守番よろしく。私も行くわよ。なんで？え？聖司一人じゃ頼りないし、しょうがないからついて行ってあげるわよ。別にそんなことないわよ。私たち二人で十分よ。あんたはいちいち口を挟まなくてもいいの。とにかく行くって言ったら行くのよ。あ、そうすか。はいはい、好きにすれば。好きにするわよ。じゃあ支度終わったら玄関に集合ってことで、二人一緒に連れて歩いて大丈夫かな。へえ、調べてみると結構それっぽい文献ってたくさんあるのね。あれ、意外と出てこないかな。確かにね。ちょっと歩む、見てないで本運びなさいよ。はいはい。調べる前から気が遠くなりそうな量だよな。とりあえず1日2日で調べられない量だってことは分かったわね。それで結局何を調べればいいの？神隠しとか誰かがいなくなった話とか、そういうのを調べればいいんじゃないかな。ずいぶんアバウトね。まあ適当に読んでいて何か気になる部分があったらチェックしてみるって感じになると思うけど。まあそんなところ。んじゃあ聖司、そっちの茶色い本を取って。おう、ほら。じゃあ俺は浜ヶ瀬の50年ってやつを見てみるか。俺のプレステ4を勝手に起動するって事件で覚えてるんですけど、何なんですかこれ。ねえ聖司。この女殴ってもいいかしら。許可する。よせって。だって調べてたのなんてほんの5分くらいで、あとはずっと寝てるのよ。おまけに寝言までベラベラ喋って。やめろ。俺今プレステ4の方にてんやまんやなんだ。あげくには笑い出したわよこの女。そうだな。仕方ないよね。ふ、オッケーオッケー。おい、強っ。あんた、いい加減にしなさいよね。当たり強っ。止めるものなく、アイは突っ伏して眠っていたアイネの後頭部を分厚い本で思いっきり叩いていた。いった。何？地震？隕石？隕石です。寝ぼけんじゃないわよ。調べる気がないならとっとと帰れば。あ、私寝てた。とか。あゆねずっと寝てたぞ。ごめん、ゆべ遅くまで起きてたからつい。寝てばっかりだから頭が悪くなるのよ。私テストで学年5番以下になったことないけど。私だってないわよ。不毛な争いっぽい。とにかくアイネも起きたことだし、もう少し調べて。今日はもういい。え、でもまだ全然手がかりになるようなもの見つけてないけど。気分が乗らないの。飽きたの。あったよ。じゃあ聖司、本全部戻しといて。え、俺が？そうよ、女の子にこんな重い本。はぁ、やだやだ。都合のいい時だけ女出しやって。おい、こういう強引な理屈を言うところって相手にそっくりだよな。ちょっとアユ、勝手なこと言うのもいい加減
にしなさい。もう勝手なこと言うだろう、ボイ。よだれ垂らして眠りこけてた人に文句言われる筋合いはないわよ。よだれなんか垂らしてないわよ。あ、ちょっと待ちなさいよ。もはらが待て。気がつくと、アユネとアユはお互いに文句を言い合いながらさっさと歩いていってしまった。やっぱり俺一人で片付けるのか。あー、やだやだ。そんな役回り。はぁ、はぁ。ちょっと、セイジ、遅いじゃない。そうよ。私だってそんなに暇じゃないのよ。だったら手伝ってくれればいいだろ。重いものを運んだりするのは男の仕事よ。あ？ま、それには同意ね。あん？アユネーとアユが二人一緒だとすごく疲れるな。あれ？アユモじゃない。え？あ、アスカ。誰？セイジ君も一緒なんだ。アス、おーさん、ジャス。和田アスカさん、昔からアユネーの友達でうちに何度か遊びに来たことがある。髪が短くて活発な印象を与える人だ。今日は兄弟でデートってわけじゃないみたいね。はい。愛に出没して和田さんはそう口にした。ダブルアイムデートです。この女の子は？ほら、出歩くから。その、私のいとこなの。今ちょっとこっちに遊びに来てて。そうなんだ。名前はなんて言うの？ひらがなでアユって言うんだ。戸惑ってアユネに慌ててフォローを入れた。そうなんだ。私は和田アスカ。よろしくね、アユちゃん。それにしてもアユちゃんって昔のアユムにそっくりね。よく似てるって言われるな。そうだろうね。そうよね。これだけ似てたら。黙っていたアユが和田さんの顔を見て声をかけた。アスカ。うん、そうよ。バスケ部の？え？あ、バスケ部にいたのはもう3年も前だ。和田さんの立ち絵もないんだよ。バスケやめちゃったの？浜ヶ瀬学園に入学してからはバレー部に入ったから。あんなにバスケ好きだ。ああ、まあ知りたくないだろうね、そういうのは。どっかで会ったことある？アユちゃん？髪そんなに短くなっちゃって。別にそれはいいだろ。え？髪くらい別に切ったらいいだろ。髪は浜ヶ瀬に入学した時にバッサリ切ったから。そこはショックな。男の子にモテるって言って、小学校4年生の時から一生懸命伸ばしてた。あ、そういう思いたちがあって。どうしてアユちゃんがそのこと知ってるの？あー、ちょっと俺たち急いで行かなきゃいけないところがあるから。そうね。じゃあまた連絡するわね。ちょっと歩む、引っ張らないでよ。じゃあ失礼します。知らってんじゃねえよ。はあ。ちょっとあんた、不用意なこと言わないでよ。本当だよ。私が二人いるって家族以外の人に知られたら大騒ぎになるわよ。まあ信じないでしょうけどね。まったく、分かってるのかしら。髪切っちゃったよ。あんなに一生懸命髪伸ばしてたのに。別に良くない。浜ヶ瀬学園に入学した時に潔いくらいバッサリ切ったわよ。少なくともこっちのアスカはね。そんなにショック？アユが動揺しているのはすぐに分かった。自分の友達が自分の知っているのと違う姿で存在し、この時間で生きている。その事実はこの時間で、この時間でのアユが一人ぼっちだという事実をはっきり見せつけているようだった。ああ、なるほどね。なるほど。まあそういう理由ならっていうほどでもないけど、まあ。さてと、これからはどうする？僕は極力明るい声で二人に声をかけた。ケガだぜ。学校へ行ってみたい。お前、ふざけんなよ。え？私の学校へ行ってみたいの。まあ、あんま調子乗んなよ。
別に俺はいいけど。学校にあんたが元の時間に戻れる手がかりは何かあるわけ？とにかく学校へ行きたいの。おいおい、ごまかすのが面倒だろう。私は一旦家に帰るわよ。ブータたちもそろそろ帰ってくるだろうし。わかったよ。じゃあ俺はアユと一緒に学校に行くよ。な、何？別に何でもないわよ。じゃあ行くから。おう。アイネは僕たちを振り返りもせず歩いて行ってしまった。じゃあ学校行ってみるか。ポツポツと喋りながら歩いているうちに校舎が見えてきた。校門の前まで来た時、アイは校舎を見ながら真剣な表情を浮かべた。なんだか随分懐かしい感じがする。知ってる風景だからね。そうか。ほんの何日か前まで当たり前のように通ってた場所なのに。中入れるかしら。入れるんじゃないか。部活やってる連中もいるし。そうね。あ、おい、ここ私の教室なの。入ったらでもまた知らない風景があるんじゃないの。アイは教室全体をゆっくり眺めながらそう教えてくれた。一番窓側の列、後ろから二番目が私の席よ。そっか。どうした？ノートが入ってる。どれ？机の中にはノートだけでなく何冊かの教科書も入っていた。どうやらあまり真面目じゃないやつの席みたいだ。松岡って書いてあるな。ここは今は修造ってやつの席なんだな。そうみたいね。机の上でギュッと握り拳を作ったのが僕の目に入った。当たり前よね、ずっと私の席ってわけじゃないんだから。まあそうだね。あゆ、分かってたつもりなのに。後ろを向いて表情を見せないあゆ、その態度が全てを物語っているようにも見えた。帰りましょう、聖司。もういいのか。ええ、ここにいても仕方ないって分かったから。そっか。それから家に戻るまで僕とアイは一言も口を聞かなかった。まあショックだろうね、実際そういう立場だったら。やっぱこの世界の人間じゃないって思っちゃうんだろうな。今日は桜の大生で夕食の時間が始まった。アユちゃん、今日はお兄ちゃんたちと図書館に行ってきたんだってね。うん、あんまり有力な情報は手に入らなかったけど。そうなんだ。じゃあ次は私もお手伝いするね。気を使わなくても大丈夫よ。ユウみたいな子供の手を煩わせなくてもなんとかなるから。あの、私一応あゆちゃんより年上なんだけど。その割には私が知ってるユウと変わんないわね。戻ってきてからのアユは普段と変わらない態度で家族と接しているようにも見えた。それより今日はコロッケなのね。うん、今日はコロッケ安売りの日だったんだよ。じゃあ早速いただき。はるか姉ちゃんのコロッケもーらい。ゆうたは目に見える速さではるか姉のコロッケを箸に突き刺し、あっという間に口に放り込んだ。自分の分食べたんでしょ。だって、足りねえんだもん。え、だからって、これも頂上的な動きを。私の分のコロッケを食べていいことにはならないでしょ。早いもん勝ちだよ。そう言ってかと思うと、フータは箸を持ったままテーブルの周りをぐるぐる回り出した。こら、待ちなさい。もう、ご飯の時に走り回ったりしたらダメだ。正論だ。まったく、お行儀が悪いのか。
調子に乗って追いかけっこをしていたフータがテーブルにぶつかりゴロゴロと転がった。もう走り回るからそうなるのよ。そうだぞ。だってはるか姉ちゃんが追いかけるから。フータろ。フータ、え、あんたがテーブルにぶつかったおかげで私のコロッケにお味噌汁がかかったじゃないの。ごめん。まだ食えるよ。ごめんで済むわけないでしょ。全くいないよ。びっちゃびちゃになったコロッケをさ、二度と悪さしないようにお仕置きしてやる。コロッケそばってあるからね。わからない、美味しいかまずいかは。あゆお姉ちゃんかかと落としするだけじゃないか。だったら今日は二段回し蹴りにしてあげるわよ。いやだ、走り回るんじゃないよ。待ちなさい。まったく騒がしいな。アユ、どうかしたか。二人が部屋を出て行った後、アユの顔に寂しそうな色が浮かんだ。コロッケに味噌汁かかった。え、おい。料理を半分ほど残したまま、アユは席を立った。アユの小さい後ろ姿がさらに小さく見えた。アユ、起きてるか。風呂に入った後、部屋へ戻る途中だったが、アユの様子が気になった僕はドアをノックした。あゆ、開けるぞ。いないな。どこ行ったんだ。時間帯からして誰かの部屋に行っていたと考えにくい。それにあゆの表情を見る限りそんな気分じゃないはずだ。外か。家族の部屋を回ってことを大げさにしたくなかったというのもあり、僕は静かに外へ出た。探すまでもなく、縁側に腰掛けたアユの姿があった。なんだよ、ここにいたのか。どこにいたっていいでしょ。まあ、そりゃそうだけど。何か用なの？別に、俺だってどこにいたっていいだろ。まあね。僕はアユの顔を見ないようにして、黙って虫の声に耳を傾けた。ねえ、セージ。ん？昔読んだ本に書いてあったんだけど。ああ、孤独ってね、一人の時は感じないものなんだって。ああ、へえ。大勢の人の中で感じるもの、それが孤独なんだって。うん、こんなにたくさんの人が生活して、住んで働いて生きてても、本当の私を知ってる人はこの時間にはいない。おも、あい。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。私がいけないのかな。そんなアユの問いかけに僕は何も答えられない。多分私がいけなかったんだよね。アユ、なんでこんなことになっちゃったんだろう。思い当たる節があるってことなのかな。家族の前では寂しさや辛さを見せようとしないアユ。ずっと我慢してたんだな。僕は黙ってアユの肩を抱いた。別にアユは一人じゃないだろ。俺だって他のみんなだってもう家族だと思ってるよ。もう俺たちはアユの存在を知ってるし、アユの居場所がないわけでもない。違うか。だからさ、もう亡くなって。な。は。あ。ちょっと、セージ、何カッコつけてんのよ。私があんたの前で泣くわけないでしょ。あんだけ頑張って読んだのにバカにされたんですけど。え？まったく、ちょっといい雰囲気になったからって、調子に乗っちゃって。だいたいあんたは昔っから。なんだよそれ。人が本気で心配してるのに。教室に行った時とか夕飯の時とか、アイが寂しそうな顔してたからずっと気になってたんだぞ。今だってアイのことが気にならなかったら、いちいち外になんか出てくるわけないだろう。僕はつい声を荒げていた。あ、とっさに言い過ぎたということを体全体で理解した。あ、
あの、ごめん。ごめんなさい。え？別にからかうつもりじゃなかったの。ただ、恥ずかしくて、つい。はい。でも、聖司が私のこと本気で心配してくれてたのが分かって嬉しかった。そっか。私が知ってる頃の聖司とはやっぱり違うのかもね。ん？何？なんでもないの。とにかく探していけば愛が元の時間に戻れる手がかりを絶対見つけられると思うしさ。そうね。だから、まあくよくよ考えたって仕方ないわね。あ、私そういうタイプじゃないしね。よくわかってるじゃないか。よし、じゃあ明日からは今までと変わらない永瀬歩で行くわよ。そう宣言すると愛は僕にウィンクをした。じゃあそろそろ部屋に戻るか。そうね。愛の横顔からは寂しさがほんの少し消えたように見えた。そんな表情は僕の気持ちを少し穏やかにさせるものだった。